こんにちは。今日はですね、もうちょっとでね、楽天セールが始まるっていうことで、今回ね、私のもう超厳選したスキンケア、もうこれだけは絶対買ってほしいっていうね、もう本気でおすすめするスキンケアをね、ちょっと何点か紹介していきたいと思います。もうね、これだけは本当にマジでおすすめしたい。私みたいにね、本当に前から敏感肌って言って、ニキビとかね、すごいできちゃったりする体質なんですけど、まあそんな方にもね、ぜひ使ってほしいスキンケアだったりとかがね、結構あるので、ちょっと今回はそちらを紹介していきたいと思います。まずはこちらのドクター G の弱軟性クレンジングジェルフォーム、クレンジングなんですけど、これ化粧落としとかじゃなくて洗顔です。もう何本目っていうくらいこれ使ってるんですけど、洗顔で本当に肌に優しくって、私みたいにね、ほんの敏感肌、これで荒れたりとかする人はまあいないんじゃないかなってくらい本当に肌に優しいので、本当にね、洗顔ちょっと今迷ってるよって方はね、すごいおすすめです、こちらを。はい、そしたら次がパックなんですけど、こちらルルルンのフェイスマスク、ルルルン V のこちらのね、ハイドラ V マスク、この黄色いやつですね。パックって毎日1パックはするものじゃないですか。だけどやっぱりその毎日1パックって結構重ねていくと高くなっちゃうので、朝は私はちょっとこういうリーズナブルなこの大容量のパックを使ったりするんですけど、なんか大容量のパックって結構保湿力がなかったりとか、なんだろう、シートがペラペラだったりとかが結構あるんですけど、これはすっごい保湿もされるし、私朝その化粧する前にパック絶対するんですけど、最近はこちらのパックをしたままドライヤーとかしてで化粧するんですけど、結構なんかドライヤーしてる間にピカピカ、カピカピになったりするんですよ、ほんと普通ならね。けどこれは結構しっとり潤うし、これすっごいいいなと思って、最近ね、朝は毎日これを使ってます。そしたら次、スキンフードのキャロットカロティンカミングオートペッパッパッド、もうこれね、ほんとオリーブヤングでも1位1位みたいな感じで、すっごい押し出されてるので、もう皆さんね、知ってると思うんですけど、パッドがすっごい分厚くって、そのままパックもできちゃうぐらいすっごい保湿力もあるので、あとね、もうこれも敏感肌の人にはすごい敵だと思うんですよ、このパッド系って。こするからニキビが悪化したりとか、ボコボコの部分がちょっと硬かったりすると、やっぱり刺激が与えられるので、なのでニキビ悪化したりとかもあるあるなんですけど、これはパッドも柔らかいし分厚いので、敏感肌にもすごい使いやすいなと思ったパッドでした。そしたら次がこちらのセンテリアン24のマデカクリームミスト、あとこのセラム、このセラムは多分ちょっと前、もう半年前ぐらいかなに案件でいただいたんですよ、このセントリアン24っていうこのねシリーズ。私が結構基本的にまあその敏感肌なので、自分に合うものを探すのって結構大変なんですね。オリーブヤングとかで結構試したりとか、めっちゃいいよって友達に言われて買ってみて、使ってみたらめっちゃ肌荒れしたとか、超あるあるなんですけど、だからこそなんかそのいろんな製品を使って最低まあ1、2週間とか試して本当にいいなと思ったやつを紹介とかしたりしてるんですけど、それは案件とかも同じで、まず最初にちょっと 1,2 週間試させてくださいって言って、でもう本当にもう超ニキビだらけになっちゃったりとかも全然あるあるで、声をかけていただいたものの半分ぐらいは紹介できなかったりするやつとかがほとんどなんですね。それぐらい私の肌に合わなかったりとかがあるので、だけどこのセンテリアン24はめちゃめちゃもうよくって、まあ、まずね、このミストは私にとって負荷がないっていうのが結構重要で、安心して使えるミストっていうのも本当にあんまりないので、私結構化粧水をペチャペチャペチャってつけるよりは、こういうね、お風呂上がりにはこうシャ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 って吹きかけてっていうのが結構好きなんですけど、そういう時にね、使ったりしてます。で、この次セラム、セラムがマジでよくって、こんなに保湿されるセラムあるっていうぐらいだけど、なんか保湿されすぎちゃうと、その敏感肌の人は分かってると思うんですけど、皮脂が分泌されすぎてニキビができやすくなったりとかがあるあるだと思うんですけど、これはそんなことなくって、美白とかそのシワのあれにもすごいいいって書いてあるんですけど、それぐらいね、もう本当に超万能なセラム迷ってるよって方にはね、すごいおすすめです。で、次こちらのね、ワンシングのこちらのセンテラアジアチカエキスです。めちゃめちゃ見たことある人も多いと思うんですけど、私も最初TikTok とかで美容に特化した男性の方とかがすっごいおすすめしているイメージで、でもぶっちゃけ使ったことなかったんですね、2ヶ月前ぐらいまでは。だけどそのちょっと気になるなと思って買ってみて1本使って、で
今2本目なんですけど、1本使った時にめちゃめちゃ、なんだろう、こちらがね、その歯科成分のトナーでね、圧倒的な販売ナンバーワンっていうぐらい、ニキビがすごい赤みが減るというか、なんだろう、抑えられる感じがすごい実感したなっていう感じです。だけどな、結構シャバシャバ使えるんですね。とろーっとした化粧水じゃなくて、もう見たらわかると思うんですけど、結構シャバシャバなんですよ。だからシャバシャバな私化粧水がすごい好きなので、で、とろみのあるセラムとかをつけるっていうのが結構好きなんですけど、だからね、シャバシャバ好きな化粧水の方にはすごくおすすめです。で、これね、私ね、たまにこのコットンとかでね、染み込ませてコットンパックとかしたりします。鎮静もされるのですごいおすすめです。で、こちらがね、ビーガン認証済み、合成保存料不使用で低刺激性試験済みらしいので、安心して使えますよね。余計なものが入ってないっていうのがね、結構ね、敏感肌にとってはすごいね、ありがたい。なんかワンシングって結構いろいろ種類があると思うんですけど、ワンシングの中でもこれがね、ダントツでナンバーワンの売り上げらしいです。それぐらいね、みんなが結構使ってるイメージなんですけど、私もね、2本目とってもいいです。結構サラサラなテクスチャーで、さっぱりした仕上がりで、結構鎮静とかもしてくれるので、パックの前とかにね、つけたらね、すごいいいかなって思います。でね、次こちらの、これもワンシングのクリームなんですけど、ぶっちゃけめっちゃクリームびっくりしました。良すぎて、初めて味わう感触っていうか、なんか保湿もされてるんだけど、サラサラだし、朝起きたらもっちりだしみたいな、なんかめっちゃびっくりして、最初使った時に、なんか初めて使うタイプのクリームだなっていう感じで、なんか見た目とかは普通のクリームなんですよ。なんだけど、何の化粧水とか何の美容液でも合うし、朝晩どっちもいけるクリームだなって、本当に万能クリームだなって結構これ感じました。このね、クリームほんと使ってほしい。なんだろう、なんかね、もちろん赤みとかも減っててびっくりしたし、そういうのもあるんだけど、使用感がめちゃめちゃいい。クリームね、どんなの使ったりか迷ってるよっていう方にもすごいおすすめです。なんかさっぱりしてるクリームなんですけど、まあ保湿もしてくれて、次の日のもちもち具合がすごいんですよ。これ本当に今一番お気に入りのクリームになりました。こんな感じでね、トゥヤントゥヤンになります。なのにすごいね、保湿もしてくれて、ベタベタもしないので、私はこの3つの中だったらクリームが一番お気に入りかなって感じです。どんな化粧水とかね、美容液とかにも結構あったので、クリーム単体とかでも使ったりしてます。でね、このこちらのワンシングなんですけど、4月1日からね、原宿のラフォーレカルチャーオフラインマーケットをね、体験できるらしいのでね、ぜひね、ちょっとね、体験したいよっていう方にはすごいおすすめです。次がパック、4種類パック紹介するんですけど、まずこちら、こちらもね、センデリアン24のマデカラボ、めちゃめちゃ赤み減る、本当に赤み減る、もうびっくりするぐらい赤み減る、もう赤み減らしたい方はこれ使った方がいいです、絶対に。もう それだけの目的で私は使ってます。赤み減らしたいな、次の日赤み減ってたらいいなっていう時には絶対これ使います。こちら、これもね、もうセンデリアン24本当に良すぎて、メラキャプチャーマスク、これは保湿、これね、前日につけた次の日とかはびっくりするぐらい、なんだろう、肌がパンみたいな、めっちゃなんか調子いいじゃんっていう感じになってます。次がね、こちらのドクターエルシア、こちらとこちらはね、種類違うんですけど、オアシス数人マスクとブレミッシュマスク、このパックも本当にみずみずしいのに保湿もされるし、ただどっちかっていうと私はこっちのその数人マスクの方がおすすめです。肌の調子いいなーってなるんですよね、これも。ただ、さっきのこれよりは結構みずみずしいので、あんまり、なんだろう、皮脂が結構分泌されやすい、その皮脂型の感じの肌の方とかは、これはもしかしたら合わないかもしれない。結構保湿されすぎちゃうので。で、これはでも結構さっぱり使えるので、結構さっぱりにも使いたいし、赤みも減らしたいし、保湿もしたいしっていう方にはこれ超おすすめです。こんな感じなんですけど、最後、まあ、スキンケアっていうかわかんないんですけど、こちらはね、ネッククリーム、ベラースデコルテネッククリーム、こうやってクリームを出して首に塗って、そのままこちらのね、ローラーがあるんですけど、ローラーでこうやってね、首をね、こうマッサージするみたいな感じなんですけど、これ首のシワが気になってる人には超おすすめ。韓国の友達に教えてもらったんですけど、なんか半信半疑で、やっぱりその20代中盤後半とかになってくると、首のね、シワとかも結構気になるんじゃないですか。で、使ってみたら、案件っぽいんですけど、なんか見る見るうちね、そのシワのね、線がちょっと薄くなってるのを実感して、首マッサージすると自然にね、顔とかもちょっと引き締まったりとかするので、一石二鳥だなと思って、なのでね、首のシワ気になってる方にはね、超おすすめです、こちら。はい、こんな感じでね、今回紹介した、はい、
スキンケア、もう本気でおすすめしたいスキンケアたちでした。ちょっと楽天セールとかも始まると思うのでね、ぜひ気になった方は試してみてください。はい、こんな感じで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価どうかお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。